でしょ、なんか。あの、全員のボランティアでもらってます、私。腰をボランティアで渡すような世界線はないのよ。腰をボランティア。奪ってる。それ、あの、盗んでるっていうのよ、実は。知らないんだけど。はーい。怖いから行こうよ。よし。よし。あ、ネクスさんだ。早々に誰かぶった切るか。やめてちが。俺の名はプーシー1。なんだっけ、わかんない。もう覚えてないんだよな。今、工藤新一がいたな。高校センター探偵がいたぞ、今。高校生探偵いるのか。あ、何人か。八八。なんかいた。ずーっとね。ずーっとね。ああ。生命維持装置が。光っておらっしゃる。今大丈夫でしょ。みんな行くしょ。怖いな。怖。怖？ゆたさん。どこ？ここか。奥。こっちか。こっちか。あ、は、下いた。チャビチャー。チャビチャー。ああ、そうだ。あ、待って、誰か声変わってる。誰だろう。誰か。あり。誰か声聞こえた。ああ。あ、ゆりさん。あ、ん？ゆりさんだ。ゆりさんだ。ゆりさんだ。ちょっとね、思ったの。私にね、チカットっていなかったんだけど、通り過ぎて、シンゴちゃんと出会ったんですよ。使いこなしてる。使いこなしてる。問題になってるんだよな、ほんとに。ちょっとちゃんと使いこなしてる。ちょっと電車かな。すぐに新人パックが来て、やってたなって、何人かが来て、わかんない。わかんない。わかんない。結局は人が集まっちゃってたっていうところはあったね。まあだからまあ誰だかわかんない。はい、死体情報、私発見しました。セキュリティールームです。で、ちょっと本当に申し訳ない。周りを全く見てなかったから申し訳ないけど、はい、タスクやってたら、なんか下の方に死体があるなと思って。うん、あるな。あるな。あるな、死体が。大丈夫、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 無意識食ってたりしない？チャビちゃんのこと。無意識に。無意識には怖いな。これ、本当に申し訳ないんだけど、自分がセキュリティルームに入った時にすでに死体があってのか、それとも私がセキュリティルームにタスクやってる時に死体ができたのかが分かんなくって、分かんなくって、なんかあった。大丈夫、熊野美さん、無意識に下にいたチャビちゃん食った上に下に行ってない？大丈夫？はいはい。熊野美さん、熊野美さん。熊野さん入ったタイミングは、その、緊急の後くらい？緊急の後くらいですかね。そう、緊急の後かな？後くらいかな？うん、誰かやってくれるだろうって言いながらやってたから。あるあるだ、あるある。そのタイミング、逆にそのタイミングで後からだったら、もし、セプさんが後から入ってやられたんだとしたら、それの、緊急の後にそっち向かった人かなって思っただけで。なるほどね。ちなみに、一番、あと、ブリッジでですね、アンカさんとマシロさんがですね、お互いの呼び方をなぜか、これで呼び方でいいですかっていう話をずーっと。なんでね、この二人何してるのと思って。なんでこのタイミングって思いながら。正直、アンカさんとマシロさんは多分切るの結構厳しいと思います。まあ、ブリッジならそうですね。ありがとうございます。じゃあ、今のイルさんか。待て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 、俺の潔白はミリアさんが保証できる。一旦メール。私とメールさんずっと一緒にいたから。俺の潔白はできる。あ、じゃあそこラインか。俺今回まだ何もやってない。俺は
あ、そうか。これやばかった。あー、財布入ってる。財布入ってる。やだ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 。まだ。ずっとなんか。まだ。まだ財布やってる。まだ財布やってる。カフェテリアか、ここは。ネクスさん、ネクスさん。で、どったの？ユートさん、こんばんは。ピンクさんだけに教えますね。何？僕、カナディアンなんですよ。だから、もし急に通報が鳴ったら、察してください。わかった。その人だけ察してください。わかった。あ、鳴った。緊急だ。どこだ。こっちだ。あれ、下？どこだ？迷子。こっちか。じゃあこっちか。どっちだ？こっちだ。迷子。迷子迷子。だ。あ、新子姉様と鬼塚入りお姉様ですわ。怖いんだけど。めっちゃもう、あ、こっちね。はいはいはい。何か死ぬや。治らん？治った？ナイス？パーティーついてた。パーティー絶対食いついてそう。一旦聞く、一旦確かめる。一旦確かめる。あ、あれ？パーティーがいるぞ。なんか楽しんでる。なんか楽しんでるのと、パーティーがいる。パーティーがいる。あれ、メール。え、誰と会った？あ、でもさっきの緊急で大体会ったか。結構いろんな人いたよ、あの時。ちょっとよくわかんないんだよね。なんか昭和に人って入ってるんだよね。なんかちょっと怖いから、中心室からちょっと離れたけど。大変だったね。怖いから、この前とか、パーティーついてるかもしれないって言ったから、とりあえず鳴らすってユリさんがいたから鳴らしたけ、俺だったって話する？綺麗に。絶対誰かついただろうって。絶対誰かついたでしょ、これ。ついたね。来たね。だから、私、いや、ちょっとやってみようぜって言って。なんか、丸乗りしたら本当だったみたいな。え、俺だったんだ。絶対親指でグッて自分刺してるやつ。なんか、最初の方、ネイルさんとカタツンさんと俺でいたよね、池の屋上から。なんだよ、俺、アンカさん見てねえんだよ。俺だ。アンカさん、どこだった？最初の時に。これさ、ペリカンじゃねえ？あ、いや、そっか。おったんか。ペリカンだから、ペリカンで来いって押したから死んじゃった。会議入って、死んじゃったって。だってさ、可能性ある。だってさ、通信室、みんな行ってるから、その中でアンカさんいない、ちょっとおかしくない？さすがに。見てないでしょ？そうだね。あんなにいてアンカさんだけ隠れてるなんてありえないから、ありえるかもしれないから、ありえないから。でも普通にどっかで死んでる可能性はあるけどね。そう、どちらもありえるっていう状態だから何も言えない。時間的になんかわりかしみんな一気に集まってきたが食われてる説もしてるよね。ごめん、あのね、ただあとあの消火の時に、消火前にミレアさんがぼったちしてたのはなんでだろうって思った。ぼったち？このタイミング？本当に消火が鳴る。妨害をやろうとしてるのか？まさか妨害やろうとしてるのか？なんでかなーって思って。普通に守って、さっきの場所見てただけだから。火災起こしたのに、知らんけど。いや、もう、なんでかなーって。うるさい！消される全部。もう知らなかったのに。ミリアさんのこと信じてたのに。ミリアさんだったら俺死んでるはずだよ。普通にマップ見てただけです。そう。それを聞きたかっただけ。そう。それを聞きたかっただけ。なんだ。助けの場所を見てただけ。でも人が好きは罰せよっていう言葉があるから。じゃあゆくさんか。あ、僕ね。その後に僕でもいいよ。僕なんか緊急の時に頼みだから。僕してる人が多い。僕頼んだよ。やめなよ。なんだったんだ。まのみちゃんがバグってたぞ今。
パリルッツッツルルルッツ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 ッ違う。あれ？どこが違う？あ、こっちか。あいつついた。ついた。はじめまして。はじめまして。はじめまして。こんばんは。今日からお友達。お友達。はじめてのシルバニア。ファミリー。声を助けて、助けて。待ってー。楽しそうだな。いいな。楽しそうでいいな。ラララッタッタラララッタ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 。ポポ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 今ね、私ね、ちゃんとね、いろいろな情報ももらってね、いろいろね、話し聞いてたの。そうなんですよね、はい。そうなの。だから、私ね、わかんない。わかんないかい。わかんないかい。もらっといてわかれるかい。もらっといてわからんのか。カッタンとユッドさんと私で最初いて、その後に下がって、何かわーって言って、もう絶対ついてるだろうって話したから、私だったって話。あーあのもしかしてボタン鳴らそうかっていう話をしてた組が鳴るこれもしかしてなしって感じそういう感じ俺とゆりさんは先に言ってたからそういう感じ言ったはいはいゆうとさんとゆりさんと別れたあたりでカタツンさんカフェテリアの下倉庫方向へ抜けてたと思いますあー見抜けてたねそれ見たで僕セキュリティ見てましたはいはいはいで、くまのみさんがどこから撮ってたかな倉庫側に向かってなかったちょっと待って、いつの話かわかんないんだけども、私、シンクさんと倉庫にいて、なんか、倉庫の下のネズミ校で、なんか、はじめましてって言って、そっから、シンクさんを巻いて、巻かれた。巻いて。巻かれた。巻いたんか。行ったね。行ったね。すげえ、緊張した。初めましてなんだ。倉庫からネズミ校に行ってた。多分それ見てたかもしれん。うんうん。ペリカいるんじゃない？ペリカンではあると思う。だって死体見れてないから割りかし2人もあったら1人は見るはずだし、さすがに正直メールさんが怖えって言ってたのばっちらって聞いてそう、そりゃ下の方でこいつ怖えって言ってた。俺はあれよ、カッタンとユウトさんの絡みが怖っと思ってたから。ああそういうこと、ああそういうこと、お兄様って言われたから何々お兄様って言ったから怖っ。うん。マシロさんも、だってマシロさんも怖くない？あれ。だって急に。あれ怖かったわ。だって電気ついたらさ、お二人また並んでんだもん。え？それは怖いわ。で、怖すぎて下降りて、メールさんといたからさ、あそこで MV で二人で待ってたんだけどさ。うんうんうん。まあ怖いよね、あれ。ちょっと。まあ怖いな。ちょっと一旦怖いよ。一旦。ただ、今回俺、カタツーンとミヤさんは途中まで見てたから、エンジンルームらへん一回。で、孵化室らへんでも見なくなったから、それ以降は見てない。俺ずっと、卵、確かに一瞬は見た。一瞬は見たんだよね、僕も。え、待って、これインポスター二人いたら怖いなぁ。そうね。わからん。わからん。食われてる可能性だから、なんとも言えん。どうなんだろう。インポスターがインポスター食ってる可能性あるからね。まあ、ペリカンがインポスターで食ってる可能性はあるあるなんなら、いやどうだろうな、これ執行官とか残ってんだったらワンチャンあると思うんだよな。あーでも難しく、インポスター消えてるなかなかなくね。いやでもね、ワンチャン意外とある。意外とあるよ。あるか。さっき食べて食べられたから。あ、そっか。確かにあったな。それはそう、食べて食べられたから。俺食われたもん。そうだそうだ。暗闇に乗じたんだけどな、あの時は。ダメだったんだよな。さてと。初めてのシルバニア、ファミ、あ
見てしまった。見てしまった。ちょっとシルバーボンニーみたいながらレバー引いてただけじゃないですか。私が何をしたって言うんですか。見てしまったのなぁ。なんじゃこりゃ。あ、助けて出して出してベッてしなさい、ベッて理想値ベッてしなさい、よくないよ、よくないよ、ベッてしなさい。ちょっとちょっとちょっとこれまた同じやつに埋めひたすら埋めていくだけだったはず。ベッてベッてしなさい、ベッてベッてしなさい。ごっくんしちゃダメよ、ベッてしなさい。助けて真っ白真っ白助けてベッてしなさい、ベッてちゃんとベッてするの。食べられた。暇だな。誰か来ないかな。ああ飲み込まれた。あーあーシンクさん食われてんな。食われてるな。食われてますね。カッタン、カッタンとメイル君と私は多分絶対。そうだね。で、ネクスさんも無理だね。うん、閉じ込められてた、一緒に。うん。ユートさんは僕、そう、遅れて、そう、直して、うん。助けに、ずっといた？ずっといた？一緒に。いや、後からユートさん。先に、そう、先に真白さんが直してて、僕が後から来ました。あー、わ、うん、からんだ。そうなると、一緒だったら、もう、くまのみさんが余るんだよ。俺ただ、くまのみちゃんがどこに行ったの？私、今、倉庫の、池の浴場にいます。うん、あ、はいはい、上か。上。で、ごめんなさい、このタイミングですごい、惑わすこと言うんですけど、とて湧いたときに、ちゃんと言って、確か、エンジンルームのところ、リアクターとエンジンルームの尖ってるところで、私が一人で、ね、すごいご機嫌に歌ってるところ見られてて、恥ずかしくて逃げたんですよ。そこが、シンクさんを見た最後だったんですよ。あってことは、家の浴場って、わぁ。エンジンルームあたりにシンクさん見たってこと？そう、エンジンのリアクターあたりで、ね、そう、シンクさん、一番最初、本当に湧いた直後に見今のターンだよね、今のターンだよね、今のターンです、今のターンです。あー、なるほど。それしかなくてあれば申し訳ねえなって感じ。なるとさ、孵化室近い人じゃない？ちなみに浴場居住区タスクやった後に、電気エンジン孵化室って言ったけど見てないですよ。あー、カメラの増田さん見てます。私、キュートさんは白と、はい、まあ、情報が正しければなんだけど。はいはいはい。僕は、はい、すれ違わない、はい、このルート。ヒロさんと。さんとああ、その、シンクさんがってこと？違う、私、エンジンルームの孵化室に行って、カフェテリア行って、廊下行って、居住区行ったんで。ね、ネクスさんとはすれ違ってます？これすれ違ってない。私、確か誰しもすれ違ってないはず。ネクスさんあるか、とっとと席に入ったのかな、ネクスさんが。席に入ってるんだけど、一緒なんか移動経路長すぎないかって思っちゃった。私席なんの駒野美さん。池の浴場で俺タスクやった後、そのまま、席に行って閉じ込められてて、で、そっから、緊急が終わってから、今、娯楽室の入り口のところにいるから、じゃあなんか移動経路長い気がするなぁと思っちゃった。ちょっと。いや、グースグースダックってわりかしすげえ秒で行く。熊野さんって役職個人的には俺の長さ的に全然ありえるかなと思ってます。葬儀屋。葬儀屋か。待機は、待機。チャピさんのあのやつでミスったなって思ったのが、見る前にリポートをしちゃったんだよ。あー。それは申し訳ねえと思ってる。じゃあそうすると余るのって？真白さんとユートさん？まあ、僕、カナディアンですよ。うん。あ、そっか。僕、カナディアンです。あのね、真白さんがね、エンジンルームに行ったの見えたんだよ、カメラで。うん。見えた。そういえば見えてたわ。うん。じゃあ、じゃあ、ガラスか。そういや意味ないんだよな。そういや。
そうだな、いないんだよな、もう。人しかいないから。会議入った瞬間の死しかないからな、もう。一番初めの時、もうちょっと疑われるべきだった。まさかいないと思ってなかったし。僕が先だ、僕が先だ。ああ、私ボタンないんで大丈夫です。ボタンないんで大丈夫です。単純にまあ僕かマジロさんどっちかってもらって様子見てもらっても。いや、ゆうとさん、ゆうとさん、ゆうとさん、いや大丈夫。私執行官だからマスオさん殺す。ああ、まあそれはあり。まあそれでもいいですよ、全然。はい。だからカフェテリア集合ね、マジロさん。タマシロさん、タマシロさん、よろしく。タマシロさん。じゃああれかな。死ぬか。俺自警団だから誰か撃つか。あいや、一旦念のためネクスターが場所を揃ってば。ああ、そうそうそう。なるほど、ね。残ったらまあ僕をやってもらって。そうそう。この時点で浮いてる。ちなみに、真っ白レバイです。まあ、レバイ。まあ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 。まあ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 。まあまあまあ。何その判断？え？何？まあ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 。まあ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 。ワンちゃん、そういやだから見れるじゃん、役職、死体の。あ、そうだよ。見れる。そうだよ。うん。死んでもそれ。もう逃がしてもらえてないな、もうちゃんといないところ抜けてんのにな、かわいそうに。まあ逃げつつ食べるしかないよな、松本さんも本当にね。けどまあ会議で釣られるか、それはそれで無理だな。どちらにせよ罪なんだよな。罪だね。あれは来てないってことはで終わるからな。うん、来てねえなーってなってんな。もうみんな集まってんもんな。あ、来た。マシオさんちょうど来た。クイ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 。あ、いいタイミング、いいタイミングで食べた。食べた。一人倒せる人。おお、なるほど。あ、いや、ゆりさんが下目に行ってる。下目に行ってる。あ、けど諦めた。一回緊急やんなきゃってなったか。クガで90か。カッ。さあ、ゆりさんがここにいて、さあどうなる。あー、ちゃんと集まってる。食べたばっかだから、真っ白さんは今食べれない、うん、しばらくは消費したい。やるなら今。やるなら今だ。ただ、来ない。だいぶ逃げてる。頑張ってる。さあ、探してる。不意打ちをできるか。まあまずはゆりさんが出会いたいとこよな、これは。村人が逃げ切れるか。あ、でもボタン誰もいないの。ボタンは、あ、ここにいるんか。ボタンだってもう押せるよね。カフェテリアへ集合して呼び出しかかってる。食べたゆりさん食べられた。いや、いるか、まだ。もうこれボタンしかない。けど、でも誰もボタン押さないよ。押せない、誰も押せないのか。使ったもしかして。あ、全員使った。これもう食べられるの待つ。あれ、これは執行官も死んだ。いや、多分もうその二人自身狙って食べた。うん、あ、そうそう、鳴らせないようにして。お腹の中に2人いる。だから今みんなできるのはとりあえずタスクをすることなんだよね。メールさん鳴らせるっぽいわ。あ、メールさん鳴らせるのか。うん、今鳴らすって言って。あー、いや、あ、食べた。あー、うまい。あ、出したあ、はい、メールさん、そっか、すみません、メールさん食べたのを見ました、真白さんです。はい、メールさんとゆりさんとネクスさんをこの3人食べました。あ、はい、ありがとうございます。はい、いや、なんか、ゆりさんいなくなったんで、途中で、さっきまで一緒にいたのに。つまり、ゆりさんはみんなの前で堂々と食べました。食べたよね。え、これ、メールさんボタン残ってなかったか、そういえば、くまのみさんか食べるのは。そうだよ。くまのみさん食ったら勝ちだったか。ナイス、くまのみさん。なんか私知るって言ったやん。誰残ってたっけってなっちゃった。よーし、勝った、やったぜ。真っ白さん、真っ白さん、惜しい。あれ
わしろさん、あの、インポスター2人を同時に食べるのやめてください。なんかさ、人外すぐ死ぬね、なんか。